はい、こんにちは、タダソロです。さあ、今日の動画なんです。っていうか、動画なかなか久しぶりに撮れなくてね、久しぶりの動画になりますけど、今日の動画はね、もういつも通り行きましょう。沖縄の美味しいお店、沖縄そば屋です。今日はね、沖縄そば屋を一つご紹介したいんですけれども、まあでも今日は穴場とか、なんかマイナーとかじゃなくて、結構有名どこです。有名どこに行ってきました。今日行ってきたのは、沖縄県は名護市の宮里そばさんに行ってまいりました。これはさすがに聞いたことある人も多いんじゃないですかね。で、しかもすごい昔からあるお店らしいので、まあまあ、知ってる知ってる、昔行ったことあるとか、あ、家近所だからよく行くとか、まあそういう人もね、いるんじゃないかなと、思います。場所はですね、宮里そばっていうぐらいなんで、沖縄県は名護市の宮里というところにあります。お店はなんか平屋のね、建物になっていて、このお店の外観もなかなかね、風情があるというか、昔の面影をそのまま残してるようなね、お店の建て構えになっております。で、大きく宮里そばって書いてあるので、割とね、行きやすい、わかりやすいお店の場所になって、駐車場もね、広いんですよ。駐車場も結構広くて、大型の車でもぐっと入って止めれるような、駐車場になっています。で、宮里そばさん近くにはですね、21世紀ビーチとか、の、こう、21世紀の森公園とか、ビーチとか、あがりえ浜とか、あと、オリオンビール工場とか、名護市役所とかがある、もう超中心地に、なっています。で、宮里そばさんですね。店内も、もう本当に昔の食堂という感じ。テーブル席があって、座席があって、テーブル席もね、4人席の、テーブルがね、ずらーっと並んでるんですけれども、いかんせんこの宮里そばさんがもう超人気店。超人気の沖縄そば屋さんなので、僕ね、まあ、この宮里そばさんも何回か行ったことはもちろんあるんですけど、空いてるっていう時に今まで一回もなかったかなと思います。絶対人がね、ガーッと入ってってね。今日行ったんですよ、僕。今日なんか平日のお昼頃行ったんですけど、もうすごい人でした。で、見る限り、なんかかりゆしウェア着てたりとか、スーツ着てたりする人とかが結構いて、観光客の姿は、ね、あんまり見られなかった。だからね、そういうところを見ると、あ、本当に地元の人に愛されてるお店なんだなと。これはもういい店に違いないという感じですね。まあでも近くに名護市役所とかあるんで、その職員さんとか食べに来てるっていうのも結構多いんじゃないかなと勝手に推察してましたけど。こちらの店、食券制です。でメニューが、ソーキそば、三枚肉そばがあって、他にもね、なんかね、ミートソーススパゲッティとかカレーとか、なんかサンドイッチとかあるんですよ。本当に昔の食堂です。沖縄そば有名だけど。で、僕はね、ソーキそばを頼んだんですけれども、出てきてソーキそば、今映像を見てると思いますけれども、もうね、オーソドックス、すごく基本に忠実な、正真正銘ソーキそばっていう感じ。沖縄ってソーキそばのお店、沖縄そばのお店っていうのがすごく多いんです。で、進化系沖縄そばとか、創作系沖縄そばとか、いろんな名前があるんですよ。で、ラーメンみたいな沖縄そばから、なんかザルで食べる沖縄そばとか、なんかそういうのも、冷やしの沖縄そばとかもあったりとか、どんどん進化と、なんかこう、工夫が進められてるんですけれども、もうここの宮里そばさんのソーキそばは、もうこれぞソーキそばって感じ。超オーソドックス。ただ少し違う点があるとしたら、昆布が入ってます。ちょっとこう、結んで締めてる昆布が入ってて、これがめちゃくちゃうまいんです。だからこの昆布食べたいがために、宮里そばさん行くって言ってもいいぐらい。で、宮里そばさんソーキそばも、ソーキもしっかり味使っててね、ソーキ、そばの出汁も、もう優しい鰹出汁あっさりで、ここに味がぐっと染み込んだ深みのある昆布ですよ。もうめちゃくちゃ美味しい。風邪の時とか、ちょっと体調が悪い時にでも、全然スルスル食べれそうなぐらい優しい味なんですけど、一つ一つにちゃんと味がついてる感じがして、もう大好き。で、余計なもの、混じりっけ、何にもないです。もう、本当にシンプルで。これ沖縄来てね、沖縄そばが食べたいってなったら、まずはここ食べてほしいなって思うぐらい。もちろん創作系とかも美味しいんですよ。お店の、こう、特色を出してるところも多いんですけれども、特色がないという特色というかね、これぞ沖縄そばっていう感じなので、旅行に来たらぜひこれは食べてほしいなと、個人的には思います。はい。ちょっと熱くなってしまいましたが、沖縄そばのね、本当に忠実なものを、基本的なものを食べたい場合は、名護市の宮里そばさんにね、ぜひ遊びに来てください。はい。じゃあ今日は宮里そばさんにね、お邪魔しました。ごちそうさまでした。また、別のお店紹介します。さよなら。